小倉武之助から1964年12月26日は、明治時代から昭和時代にかけて、朝鮮で活動した実業家、美術品収集家、千葉県成田市出身。父親の小倉義則は、北総英館義塾を創立後、1894年から衆議院議員を2期務め、成田鉄道、成田銀行を設立した実業家。 東京帝国大学卒業後、日本郵船に入社。後、京府鉄道に入社し、1904年朝鮮に渡った。給料を元手に土地を買い、地価上昇で距離を得て、テグの資産家として、電気事業に進出する準備を始めた。1905年2月京府鉄道を退社。1909年、地元資産家と共同で電気事業を出願し、朝鮮総督府より許可を得て、 手ぐ電気会社を設立、株式の過半を出資していたため社長に就任した。同社は1913年1月1日に従業員12人、需要個数322個で開業したが、小倉は1918年に海内電気を設立し、同年観光電気を合併。1920年には公衆電機を合併と事業規模を拡大し、 1937年には16の発電所と 2016km の送電線を有するまでに発展させた。また、1922年、内し1923年頃より、朝鮮の古美術品の収集を始めた。1935年には同年発足した南線合同電機の社長に就任、後朝鮮電力社長、テグ商工銀行東取を歴任した。 太平洋戦争終結に伴う日本の挑戦、統治終了後の1945年10月に日本に引き上げた。この時所蔵品の一部を持ち帰り、約4000点が手具に残されたままとなったと推測されている。1956年に奈良市の開拓地から奈良市の市民もみに転居。同地に財団法人国倉コレクション保存会を設立し、会長に就任。 収蔵庫を設け、94歳で死去するまで、悠々自適の生活を送った。妻の姉の夫に、桑名猪吉。大韓民国政府は、1952年から1965年まで7時に渡る日韓会談で、小倉コレクションの返還を議題にし続けたが、1965年の日韓基本条約締結にあたり、 個人の所蔵品であることを理由に返還はされなかった。日韓市民で作る日韓会談文書全面公開を求める会が情報公開請求で入手した1962年2月14日付け外務省北東アジア化作成文書文化財問題の解決方針に関する件によると日本政府部内で韓国側が特別に関心を見せると考えられる小倉コレクションのうち 少数を政府が購入、または、小倉の自発的意思で寄贈することが検討された。これについて、中央日報は、外務省が韓国に一定の情報をしようとする一方で、文化財保護委員会の影響を受けた、文部省が強く反発した、との見方を示している。1981年、小倉コレクション保存会は、同コレクションを、東京国立博物収蔵庫は地は、 奈良市の市に寄付され、現在小倉公園となっている。1982年春、同館で小倉コレクション展覧会が開催された。2007年4月6日、衆議院文部科学委員会で小倉コレクション返還問題について質疑が行われた。2014年8月、朝鮮半島から流出した文化財の返還問題に取り組む民間団体、文化財チェジャリチャッキは、 東博所蔵の小倉コレクションの内朝鮮王室遺物9点、慶州金貫塚出土遺物8点、不残連山道古墳出土遺物4点、少年軍出土遺物13点の34点について日本統治時代に盗掘されたと推定され、盗難品の地蔵を禁じる国際博物館、会議規約に反しているとして、所蔵を取りやめる、要国立文化財機構に求める調停を、 東京管理裁判所に申請した。同年11月5日、東京関西は文化財取り戻しが当該文化財の所有者でないことを理由に申請を却下した。東博に寄贈されたのは重要文化財八点、重要美術品31点を含む1,110点。内訳は考古学資料557点、陶磁器130点、書籍26点。 貝が69点などである。うち、重要文化財は以下の2件8点。このほか、手具に残された約4000点や、小倉が生活のために本で売却したものがあると見られているが、コレクションの全容は明らかにされていない。ありがとうございます。